はまず、はじめにイーストルビン選手から、敬老を終えた今の率直な、気持ちと明日の試合の意気込みを簡単にお聞かせください。今のコンディションはすごく良いですし、明日は盛り上がる試合をします。ありがとうございます。それではこの質問、武尊選手お願いします。計量を終えて今の気持ちと明日の試合の意気込みを簡単にお聞かせください。チームドラゴンの武尊です。今計量を終えて、明日は MacBook クラッシュで初めて、外人選手とやるんですけど、いつもと変わらず僕はクラッシュなんで、明日は相手ぶっ壊しに行きます。それでは、両選手にご質問の方をマスコミの皆さんお願いいたします。それではイーソギン選手からタケル選手の印象を、語っていただきます。タフに見えます。結構、倒し屋に見えますということです。それではタケル選手、イーソギン選手の印象をお願いします。ちょっとだけ映像見たんですけど、結構スピード速くて瞬発力のある感じだなっていうふうに感じました。それでは続いてご質問ございましたらお願いします。イソルビン選手にしたいんですけども、この日本で初めての試合ということで、こう日本でこう今後のどういう活躍をしていきたいか、で今回どういうインパクトを残して残したいかというのを教えてもまず日本で試合できるようになってすごく光栄だと思っております。日本の観客たちに好まれるようにアグレッシブで タフな試合をできる試合ができるように頑張ります。で明日は、勝っても負けても KO で決着を決めたいと思います。ありがとうございます。それでは続いて、両選手ご質問を出ましたらお願いします。まずソロビン選手にお伺いしたいんですが、いつ頃からキックボクシングを始めたのかということと、他に何か格闘技のキャリアとかもあるようでしたら、その辺もちょっと教えていただけますでしょうか。17살 때 처음 운동을 시작했고 다른 운동은 야구 했었고 격투기는 한 적이 없습니다. 야구는 14살 때부터 운동을 했습니다. 예, 그 킥복싱도 한국의 도시에 17살 と言ってますので、日本の都市だと満で16歳から始めました。そして他の運動としたら野球を13歳からちょっとやりました。そうですね、ちょっと、インタビューをですね、イーファイトさんでやっていただいて、そこにも掲載されたんですけど、野球をやったんですよね。はい、ちなみに野球はどこのポジションを守ってたんでしょうか。투수와대야수포지션을같이했고
投手と内野騎手のピッチャーもやってますね。はい、ありがとうございます。それでは続いてご質問を答えます。じゃあもう一個じゃあ武尊選手にお伺いしたいんですが、まあチャンピオンになっている試合っていうところでこれまでとまた違った部分があるかなと思うんですが、どうでしょう、ありますかね、そういうのは。どうでしょう。そうですね、やっぱりクラッシュのチャンピオンになったことによって、クラッシュは日本一で大会だと思ってるんで、そこのチャンピオンは日本一だし世界一にもなりたいと思ってるんで、まあ、クラッシュのチャンピオンイコール日本のチャンピオンなんで、ちょっと韓国人には負けないと思ってるんで、はい、そういう意味で気持ち的にやっぱり意志が強くなりましたね。どうす。ありがとうございます。続いてご質問ございましたらお願いします。武尊選手も来たんですけども、今回の髪の色と髪型のテーマはお願いします。ちょっとテーマちょっと考えてなかったんですけど今までにない髪型やろうと思ってて、結構いろいろ今までなんかやり尽くしちゃった感があったんで、ちょっと今まで誰もやってないような髪にしたいなと思ってやりました。ありがとうございます。ご質問の方はいかがでしょうか。あ、お願いします。では武尊選手にお伺いしたいんですけど、同じ大会にタイトルマッチに試合があって、武尊選手もチャンピオンとして試合をしますけど、武尊選手はチャンピオンとしてどんな試合をお客さんに見せたいと思ってますか。そうですね、やっぱりクラッシュのチャンピオンの強さを見せつけたいっていうのが一番大きくて、まあやっぱり一般での知名度が、まあ、徐々にクラッシュもすごい高くなってきていて、やっぱそこのチャンピオンということで、やっぱりクラッシャーらしい試合をしてアピールしたいなっていうのと、まあ、あとちょっと、ちょっと話が変わっちゃうんですけど、僕が今までちょっとデビューしてきて、結構 KO とかいろいろしてきたんですけど、大体右のパンチで倒してて、僕とデビュー戦からもデビュー戦も右のパンチで KO で、まあ、大体ダウン取ったりしてるのも全部右のパンチなんですけど、最近ジムの人から僕の右のパンチを T ボムと呼ばれていて、なんかまあなんか元々は総合格闘家の選手がで、なんか H ボムっていうなんか優秀な選手でなんか呼ばれたりしてるんですけど、まあ、それのなんかパクリみたいな感じなんですけど、ちょっとこれも浸透してたらいいなと思って、じゃあこれからよろしくお願いします。僕が右のパンチで倒したら T ボムで KO って書いてもらいたいです。そうです。ありがとうございます。 T ボム、はい、タケルボムで、はい、ありがとうございます。ご質問の方は、はい、ありがとうございます。それでは両選手、一応ですねテーブルの前で、ファイティングポートを Thank you.